キチャンネル金曜日です。総チェック、はい、こんにちは、はい、もう9月の半ばに来まして、ね、セリーグは優勝争い、パリーグは、まあ、A クラス争いだね。もうソフトバンクの優勝はもうほぼ決まりでしょうっていうところがね、続く、まあ、いつまで続くのかっていうところがね、最後まで熱そうですっていうプロ野球総チェック、さあやってまいりましょう。まずはパリーグから。オリックス対ロッテね、ロッテはもう3位ね、死守するためには負けられない回、オリックスの戦い4対1でロッテの先勝。ロッテ先発からか、5回76球、5安打3三振、1球1失点と、クピッチね、カットボール、チェンジアップ、カーブと、もうカットボール多彩に投げてね、まあそれをオリックス打線をね、翻弄したっていうところで、でまあ5回でお役御免と、で八木、横山、鈴木、翔太、そして松田とね、しっかり4人のリリーフで、ノーヒットに打ち取って、完璧なリリーフ、5安打で抑えて、1失点のみ、見事な勝利だったと思います。でオリックス先発、エスピノザ、3回3分の2、79球、7安打5三振、2四球3失点、っていうところで、まあオリックスはね、まあ2回に杉本のロッテキラー杉本のホームランで先制するもね、4回に外のホームラン、そしてワンアウト二塁から秋口になると調子が良くなる安田のタイムリーくっとね、でここだけで終わらずね、この4回何が良かったかっていうと、まあ先頭外のホームランだけで終わらず、ポランコツーベースで佐藤がセンターフライになるけども、ここ最悪進塁打打たなきゃいけないよね佐藤もね、でワンアウト二塁から安田がタイムリーヒット、で、ワンアウト一塁がここで、和田の、セーフティー、そして藤原センターマンヒット。で、ワンアウト満塁から小川アウトになるけども、藤岡押し出しのフォアボールっていうところで、しっかりね、フォアボール、あ、ホームランの後も、3点取って、で、5回の表も先頭外がね、今度は、鈴木から、ホームランを打って4対1。まあ、外がね、なかなかホームラン打てなかったっていうのもあるけどもね、苦しんだ夏。でもしっかりね、まあ、外とポランコ次第だから、ここで一発出れば、ロッテとしたらね、もうこれ一発で1点取れるっていうね、得点源のね、もう最大のもう要因は外ポランコだからね、そこがしっかり機能すればね、いい形で勝っていくっていう中ではね、外が打ってピッチャーがしっかり抑えるっていうね、まあ完璧な勝利。まあオリックスとしてはもう打線がね、1番から広岡、西野、太田、西川、杉本、紅林、北、若月の横山っていうところで、まあ来季も見据えたっていうところもあるからね、まあその中でね、いろんなことを試しながらやっていきたいっていうね、まあ優勝がね、完璧に途絶えたっていう中ではね、まあそういった姿勢もね、必要になってくるかなと。まあロッテとしてはね、完璧な選手、いい形の流れでした。オリックス対ロッテ、11日の試合、3対12でオリックスの負け、ロッテの勝利ということで、ロッテ先発回帰る。6、8、7、9、6安打5三振、2四球3失点っていう形でね。まあ、来日以来2番目に長いイニング数、6回っていうところで、まあ、球数は少なかったけども、やっぱりちょっと終盤、球が高くなったね。球が高くなってくると、やっぱり変化がね、鈍くなって打たれるっていうところで、まあ、セデーニョ大谷ね、2本のホームランを打たれて、まあ、頓宮のね、内野ゴロ、その前には、杉本、セデーニョにね、ヒットツーベースを打たれるっていうところで、やっぱこうね、低めに決まってるうちはいいけども、高めに決まってきたり、ちょっと疲れてくると、やっぱ体力もやっぱないのかな。調整しっかりできてないっていうところでね、長いイニングになると、やっぱ球が高くなってきて、打ち込まれるっていうところはあったけども、やっぱ序盤からね、しっかり低めに投げて、試合を作ったっていうところではね、グッペッチ。ね。逆に、オリックス、田島。4回100球、10安打4三振、1球7失点と、ね、もうやられちゃったっていう。外に対しては、これまで7打数7三振だったのに、この試合4打数3安打3打点1ホーマーっていう形で、まあ、外大爆発。ね。2回には、外がツーベース。で、荻野が送りバンドを決めて、ワンアウト3塁からね、中村がタイムリーヒット。この日は中村翔吾大当たりというね、ところで、4打数4安打4打点1ホーマーだからね。で、3回にはね、2アウト1、2塁から、外がね、3ランホームランで3点。で、その後藤原のタイムリーでね、5対0。で、5回にはポランコのツーランホームラン。だからもう、外もポランコもね、やっぱ外ばっかりになると打たれちゃうよ。やっぱインコースどこまで投げれるかがこの二人は特に勝負だからね。で、逆にね、ロッテはこう何回も言ってるけども、やっぱこの二人のホームラン出てくるとね、かなり大きい。ね、8月はちょっと外がホームランね、0本というところで、全く機能しなかったけども、ここに来てホームラン量産しててね、しっかり得点圏になるのは大きいね。で、5回にもね、小川の犠牲フライ、そして4回に、6回にもね、ポランコの犠牲フライ、ね、中村翔吾のスリーランホームラン、中村翔吾クパッと、ね、一気12対3、もう圧勝だね。まあ、オリックスはもう、本当に消化ゲームだね。もう、多分奇跡もないね、3位にはね。まあ、ロッテはね、もうこの勝ちでね、ほぼ3位格だよ。残り楽天に全敗しない限りね、ほぼ格の A クラスだと俺は思うけどね。まあ、このカードね、2試合しかないっていうところでね、きっちり2連勝を取ったロッテはね、いい形の勝利だったと思います。
オリックス対ロッテ戦で11日、ちょっと忘れてたんでね、解説します。2回表ね、ワンアウト1、2塁、田村のレフトゴロっていうのがありましたけども、まあ、あれね、まあ、まずね、状況を説明すると、まあね、レフトライナー打って、レフトのね、西川が、まあ、ワンパンかノーパンで取ったかが分からなかったっていうところでね、まあ、結果ワンパンだったんだけどね、で、セカンドを投げて、で、中村翔吾がセカンドベース帰ってきて、で、これ、太田のね、マジファインプレーなんだけども、これね、先ベース踏んじゃうと、中村はセーフになっちゃうんだけど、先中村にタッチして、ベースを踏むことによって、ダブルプレー完結っていうところでね、これは、太田のね、ナイスプレーだったんだけども、で、その後ね、いろいろ吸ったもんだかって揉めてましたけど、あれ何が問題かっていうと、三塁審判、三塁の塁審が、一番最初、セーフってやってたのよ。セーフってやってたけど、次、アウトってやったのよ。だから、それを見て、ね、中村はそのアウトを見て、セカンドに帰ってきたんだよね。で、だから、おかしいやないかって言ってて、で、審判も協議して、で、審判が協議して何協議するかっていうと、レフトの判定をするのは、サード、の審判。セカンドの審判は、セカンドの塁上の、ベース上の判断っていうところで、その、三塁塁審の判断を尊重して、アウトって言ったんだよね。で、中島監督からリクエストが出て、調べたら、ワンパンで取ってると。だから、これはアウトではないと。で、ランナーは戻ってたと。で、太田はランナーにタッチしてからベースを踏んだからダブルプレーっていうところで、まあ、これはロッテにとったら不運だったね。結局ね、まあ、勝ったから笑えるけどもね。やっぱ中村は審判見てるからね。審判の誤審だったからね、一番やる悪いのはね、三塁審判、バーッと。あれずっとセーフってやってたら多分ね、中村翔吾で三塁走ってたと思うんだよね。そういったところではね、審判の誤審によるダブルプレーになっちゃったっていうところで、まあ、ここね、説明すると、セカンドランナーは、あの状況でセカンドランナーは三塁に進塁義務があるから、今のこのセカンドベースっていうのは、ファーストランナーのためのセカンドベースなんだよね。だから優先権はファーストランナーにあるから、いくらベースを踏んでても、ベースを踏んでることになんないんだよね。もう自分の優先権がないから。だから、先タッチされたらと。でも逆に、あれセカンドベース先踏んでたら、ファーストの進塁義務、ね、優先権がなくなっちゃうから、で、セカンドランナーの優先権が戻っちゃうから、中村翔吾はそのままセーフになっちゃうんだけども、だけどこれが、これ状況っていうのは、セカンド、サード、ホームっていうのが、フォースプレーでアウトの場合は、進塁義務が生じるんだけども、フォースプレーじゃない場合、タッチプレーの場合は、進塁義務が生じないから、だからランナー2、3塁とかで、三本間に挟まれました。そして三塁ベース上に三塁ランナーとセカンドランナーが同時になりましたって言った時に、で両方にタッチしました。でなったら、ここは本塁がフォースプレーじゃないんで、三塁ベースっていうのは三塁ランナーの専用権があるから。だからセカンドランナーがアウトになると。じゃあなんであの時に両方にタッチしてるんだっていうと、これはルールを知らない三塁ランナーが足が離れるかを待ってんのよ。だからこの時やるのは先に三塁ランナーにタッチして、でセカンドランナーにタッチするのよ。それでランナー、ルール知らないやつは三塁ランナー離れたりするのよ一瞬。でタッチしたらダブルプレーになるっていう。でこれをセカンドランナーからタッチしちゃうと、先セカンドランナータッチしてるから自分がアウトじゃないんちゃうかって勘違いしないのよ。だからあれはね、2人にタッチしてるのはまず三塁ランナータッチしてセカンドランナー、もしセカンドベースの場合はセカンドランナータッチしてファーストランナーっていう形で、前のランナーからタッチすることによって、その前のランナーがルールを知らないことによってベースがから離れるのを、ね、これ促してるっていうところがあるんだよね。だそういったところで、その先の塁が進塁ホースプレーかタッチプレーか、ホースプレーの時には進塁義務がある、タッチプレーの時には進塁義務はないんで、セカンドベースは占有権はセカンドランナーっていうところがね、ルールとしてあります。ちょっとね、説明分かりづらかったかも分かんないけども、そういうルールです。だからあのね、一番の問題は三塁審判です。ダイバーと。はい、ということで説明終わります。日本ハム対西武、9月10日の試合1対0日本ハムサヨナラ勝ちっていうところでね、日本ハムもう2位死守っていうねところで、まあ、奇跡の1位もあるけども、まあ、なかなか苦しいだろうっていう中でね、西武先発高橋光成、5回66球、3安打4三振、1球1デッドボール無失点と、いいピッチングしても点取ってくれないから、今季初勝利ならずっていうね。で、日本ハム先発伊藤大海、9回114球、4安打13振、無四球無失点、球数も少なくね、ストライク先行で10三振も取って、
ね、10奪三振取って114球9回だからね、めちゃくちゃ球数少ないっていう中ではね、非常に素晴らしいピッチング。まあ、西武としては4安打に抑えられてるからね、正直ね、もう、チャンスはほぼなくっていうね、まあ、唯一のチャンスは2アウト、ね、じゃあ3回表。ワンアウトから次、長谷川が連続ヒットでワンアウト1塁にチャンス作って、まあ、源田、西川が三振と。まあ、ここぐらいかな。まあ、日本ハムはね、5安打で抑えられてるっていうところで、まあ、このね、2回、先頭レイエス、そして石井連続ヒット、ね、ノーアウト1、2塁からね、7番の送りバント失敗、そして万波ダブルプレーっていうところで、この試合バント失敗が多かったのよ。その後の伏見もそうだけどもね、バントで失敗でチャンスメイクできないっていうところでなかなか1点取れなかったところが、まあ、9回裏ね、ワンアウトから、磯畑がフォアボール、そして石井のところで磯畑が盗塁、ね、で、ここでね、石井がセカンドゴロ、ランナー3塁行って、最後水野のね、ライト前タイムリーヒットでサヨナラ勝ち、水野。まあ、ここで唯一気になるのが、まあ、セカンドの、殿崎、ね、まあ、あの1、2塁間抜けていくんだけども、まあランナーサードだからね、飛びついて取ってもセーフだったかも分かんないけども、あのギリギリのこと考えたら飛びついてもよかったんちゃうかとね、もしくはもうライトゴロにかけたからわざと取らなかったっていう可能性もあるかはあるけども、あそこはダイビングしてもよかったんちゃうかって思うけどね、まあしても一緒かもしれないけどね。まあでもその中でね、しっかり水野はね、最後1点取って9回でね、まあ伊藤の勝ちもプレゼントしながらね、これで伊藤が、12勝4敗だからね、この勝ちね、A クラスね、クライマックスシリーズね、本拠地で戦うっていうところのね、条件にね、乗るために2死守、ね、この水野のサヨナラヒット、素晴らしかったと思います。水野。まあ、某高橋としてはこの磯畑のフォアボール痛かったよね。結局フォアボール出したらもう二塁打みたいなもんになるからね。まあ、それが磯畑のね、良さでもあるからね。磯畑の良さを生かしてね。で、しっかりね、最悪でもね、進塁打、2アウト3塁作ってね、最低でも引っ張っていこう。ヒット打てば OK ってね。で、まあ、ランナー3塁作ったことがね、一番大きかったら最後水野のね、ナイスバッティングとね、一番いい点の取り方だったと思います。日本ハム選手はね、大きな戦いでした。日本ハム対西武、11日の試合、3対2、日本ハムサヨナラ勝ちの2連勝 !2位、もう、確約かっていうね。ところで、日本ハムね、先発バーヘイゲン、7回92球、5安打9三振、無四球無失点とね、試合を作って、まあ、勝ち投手になりたかったのね、グピッね。で、西武先発、隅田、9回111球、3安打13三振、4四球2失点、これで勝ったね。もう隅田の責任じゃない、全くないっていうところでね。まあ、日本ハムはね、6安打っていうところで、1回、2回、3回、4回、4回までランナーね、フォアボールの1人だけヒット出ず。で、5回にようやくレイエスのね、ヒットが出たけども、後続続かず、6回も三者凡退と、隅田に完璧に抑えられるっていうね、中で苦しい展開。逆に西武はやっぱりね、取れる的に取んないからこうなるっていうね。まあ、3回の表ね、ワンアウトから野村がツーベース打つけども、ここ長谷川が続けずね。で、4回には先頭源田がスリーベースで、ノーアウト3塁作るけども、西川、佐藤、殿崎でね、外野フライも打てずっていうね。で、5回にはツーアウトから野村がヒット入れるけども、牽制タッチアウトって、もう何やっとんっていうね。で、6回にはね、ワンアウトから長谷川がツーベース。で、ワンアウト二塁から源田のライトフライ。これも万波の肩の抑止力でね、三塁タッチアップできず。で、ツーアウト二塁から西川がね、ライト前ヒット。これ万波いつも定位置より若干後ろ目で守ってんのよ。肩に自信あるからね。前進守備全くいかないのよ。これがまた素晴らしいけどもね。で、セカンドランナーね、長谷川が本塁狙ったんだけども、本塁タッチアウト。万波の肩も素晴らしいし、伏見のね、逆シングルからのタッチ行ったとこよかったね。体に行かないで、もうベースの角にね、飛びついてグラブ持っていくだけ、そしたら勝手にランナー来るっていうところでね、これで伏見、グップレー、ナイスプレー、あれよかった。こう逆シングルで行くとね、ボールがふわふわして飛び出す可能性もあるからね、それをしっかりキャッチしてね、タッチしに行って、しかもね、ベースの角にもう、ね、ミット置くだけっていうね、まあ、万波もね、スローだけどね、そういったところではね、この伏見のもすごかった。ね。別に長谷川のスタートが遅かったわけでも何でもないからね。しかもあれを止めるのはありえないよね。正直2アウトだからね。あれはゴーやと思うけども、この万波伏見のね、素晴らしいプレーに阻まれたっていうね。で、7回三者凡退でフラフラしてるとね、日本ハムは7回裏、2アウトからレイエスフォアボールストレート。これで痛かったね。
で、その後ね、水谷の、ツーランホームラン2点先制。まあ、これもね、日本ハム勝つかなと思ったけども、8回表、ね、宮西が先頭基地にレフトスタンドへホームラン。で、野村フォアボール。これ痛かったよね。で、ここが送りバントを決めて、長谷川三振するけども、源田レフト前ヒット。で、ツーアウト一三塁から西川がね、タイムリーツーベースっていうところで。で、これでまた、西川がなぜか、セカンドランナー、回ったところで止まってアウトになんね。いや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 、前のランナー見ていこう。しかも無駄だから。ね。そういったところだから。もうミス多いって。こういう無駄な。これ止まっとけばよかった。普通に。なんでそんな慌てていく。で、アウトになってね。2対2。まあでも同点っていうね。ところもあるけども、まあそっからね。もう西武はなかなかノーチャンスっていうところで、もう日本はもうあと1本出るかっていうね。9回にも2アウト1塁チャンス作ったけど、上川畑三振。で、10回にもね、ワンアウト1、3塁チャンス作ったけども、磯畑三振からの奈良間三振というね、なかなか1点取れないところで11回裏ね、ワンアウトからレイエスがね、サヨナラホームラン、レイエス、グッて。もうえぐいね、月間 MVP、おめでとう。ね、この日本ハムね、だから西武やっぱミスが多いね、ほんと、ちゃんと野球しようっていうね、ところと、やっぱ取れる時に取ってないからこうなるっていうのもあるけどもね、まあでも日本ハムとしてはね、この勝ちも非常に大きくて、優勝した以来のね、同じ貯金っていう16かな、非常にね、素晴らしい試合で、粘り強さもある。このクライマックスシーズン楽しみだね。そういった意味でね、日本ハム2連勝。これは大きい試合でしたね。楽天対ソフトバンク。楽天は A クラスに向かって、ソフトバンクはもうマジック減らすだけっていう中で初戦ね。まあこのね、パリーグは A クラス対 B クラスのね、戦いになってるっていうところもあるからね。その中でね、ソフトバンク4対1。戦勝でございますね。ソフトバンク先行、石川修太。6回3分の1、99、6安打4三振、無四球、1失点。クピチ。ね。平均的な球数だったしね。フォアボールでいけたっていうところも、大きかったしね。まあ、やっぱり石川はね、変化球の制球力が上がると、いいピッチングするけどね。若干立ち上がりね、変化球の精度が悪くて、まあ、失点したっていうところもあるけども、まあ、2回ね、以降ね、変化球のね、精度も上がってきて、ストライクゾーンにね、投げられるようになってからはね、非常にいいピッチングの幅が広かったっていうところで、やっぱり石川はね、変化球の精度次第ね、まあ立ち上がりバタバタしたけどね、しっかり仕上がりに良くなったかなっていうね。で、楽天先発、こうじゃね、7回114球、5安打4三振、3四球にデッドボール4失点と、ちょっと制球ね、荒れたかなっていうのはあるけども、ね、山川にね、ホームランをね、ツーラン打たれるっていうのもあるけど、まあ2イニングだけだったからね、まあなんとか踏ん張ったけどね、この制球が暴れてる中もね、まあその中でね、ソフトバンク先生ね、初回ワンアウトから今宮フォアボール、そして栗原がレフトにタイムリーツーベース、山川アウトになるけども、ツーアウト二塁から今度のセンター前ヒットで2点先制、いい形でね。しかし楽天も1回ぐらいね、先頭小郷がセンター前ヒット、でここで小郷が盗塁して小深田がライトにタイムリーツーベース、でここでね、3番辰巳が三振するのよ。これ最低でもね、進塁打打ってればっていうところもあるし、その後のね、浅村のピッチャーライナーをね、小深田が飛び出してダブルプレーっていうところで、ちょっと攻め方もったいなかったよね。ここで最低でもね、同点にね、追いつけるチャンスはね、十分あったかなっていうところもあるけどもね。で、その中ソフトバンクはね、5回、2アウトから栗原ライト前ヒットで山川がね、逆球になったところをね、レフトスタンドでツーランホームランっていうところで4対1。まあ、ソフトバンクもヒット7本、ね、楽天もヒット6本っていうところで、まあ、両投手頑張ったけどね、これパパパンっていう複数得点にね、小沢は泣いたかなっていうね。まあ、石川さっき言ったようにね、尻上がりに状態良くなったっていうところが良かったし、まあ、ソフトバンクとしてはね、これで着実に、マジックが減っていって、今日勝ったっていうところで、残り12。まあ、ね、どうなっていくのか。楽天としてはこの初回ね、このソフトバンクにしっかり勝って、ロッテについていきたいところで、初戦負けて 3.5 ゲーム差、残り21試合ギリギリの戦い続きます。続いて楽天対ソフトバンク、9対2でソフトバンクの勝利ということで、このカードもソフトバンクが2連勝ね。楽天2連敗これで A クラスかなり遠のくね。ソフトバンク大関7回110球4安打4三振2四球2デッドボール2失点とちょっとね制球ばらけてたけどもね、まあよく2点でね踏ん張ったかなと。で、楽天先発竹中、6回105球9安打1三振無四球4失点っていうね、中で楽天はね、2回裏に先制、安田フォアボール、阿部が送りバント決めてポランコデッドボール、ここら辺ちょっと大関フラフラしてたからね。で、村林セカンドゴロで2アウト1三塁、ここで石原がね、先制タイムリーで、その後大郷がねタイムリーヒットを打って2点先制、これかなりねいい形の先制と思ったけど、すぐさまね3回表ソフトバンクはね、先頭中村レフト前ヒットで、海の送りバントを決めて、大田が内野安打で、ワンアウト一三塁から川瀬のね、レフトフライ、犠牲フライでいって、この時に尾形がファーストからセカンド立ち上がって、ね、レフトね、ちょっとね、
これ安倍ね、取り方が後ろ下がりながらね、中途半端に取っちゃったっていうところもあるけども、それをファーストランナー尾形がねよく見てたね。でセカンドねタッチアップして、ツーアウト二塁になって今宮がタイムリーで同点っていうね、この隙のない野球、尾形ぐっそりで、しかもその後今宮グッパッティね、で同点ね。で5回の表にはね、ワンアウトから尾形がセンター前ヒット、川瀬アウトになるけども、ここでツーアウト一塁からね、今宮のところで、滝中がファーストへ悪送球ね。でセカンドに進塁して、また今宮がレフトへ勝ち越しタイムリーっていうところで、自滅です、楽天はね。このね、攻撃で言えば4回裏にね、楽天はワンアウト一塁からね、村林のところで阿部がね牽制で誘い出されてアウトになってんのよ。自分たちは牽制でアウトになってて、相手には牽制して悪送球するっていうね。で6回表には、正木がね、ホームランを打って4対2で、5回にはね、山川ツーベース、近藤タイムリーで、正木フォアボールで、中村晃レフト前ヒットで、海野がね、レフトへ走者必走のツーベースで、今宮タイムリーヒットというところで一気に5点で9対2圧勝ですね。楽天としてはこのね、隙見せてるよね。やっぱ隙見せるところを全部突かれたっていうところと、楽天は5安打だからね。だから、3回、4回、で5回にやっとヒット出るけども後続続かず、6回7回、8回、9回先頭のね安田がツーベース打つけども、もうその時点では7対0、まあ5安打ね、もうこれ完敗だね。ちょっとミスがねちょっと多かった、そこをねソフトバンクがうまくついて、もうマジックで、ね、もうほぼ減らすだけね、いい形の2連勝だったと思います。楽天は3位に向けて痛い2連敗ね。これあとどうなるのか、もうロッテね直接対決全勝にかけるしかない。西武対楽天、12日の試合、この試合ね、カード1試合のみっていうところで、7対3で楽天の勝利っていうところで、まあ、A クラスね、向かうためにはこれね、負けられないっていうところで、しっかり勝ったね、楽天は素晴らしかったっていうところもあるし、楽天先発藤井に6回102球、10安打4三振、1四球3失点と、まあ、ランナー出してね、ちょっと苦しいピッチングだったけども、しっかり粘り強くね、打たして取るピッチングっていうところで、ね、ストライクゾーンを動かしながらね、で、ストライク先行で勝負できたっていうところはね、粘り強く良かったんじゃないのかなっていうところでは、ピッチね。で西武先発杉山ね、3回58球5安打2三振1四球6失点っていうところでね、昨年のドラフト3位横浜高校から西武へ入団というところで初先発ね。まあフォームもいいし、投げてる球はいい感じで投げてるからね、だからここからもっとクオリティをね上げていこうっていうところでは、未来に向けた期待値はあるんじゃないのかなっていうところで、まあ全体的にはね、もう西武ちゃんと野球しよう、もうそれだけだよ。もうプロ野球だからね、プロだからね、アマチュアレベルだよ、本当にやってることが。でそれをね、もうまあベンチも呆れて笑ってんだと思うけども、笑ってる場合ちゃうで、怒ったりせえへんのかな。ずっとこんなんだよ1年間本当に。そりゃ弱いよ、そりゃあのワースト負けするよ正直ね。初回もね、楽天が先制っていうところで、ツーアウト一塁から浅村のね、ところでね、ピッチャーゴロ。ね。まず、辰巳にね、デッドボールを当てて、で、辰巳が盗塁。ツーアウト二塁からね、ボテボテのピッチャーゴロ。杉山がね、ファーストへ送球。これ、ファースト野村大樹取れたっしょ。普通に。杉山のエラーになってるけども。で、取れんくて、エラーで一失点。で、その後、足引っかかって悪送球。ね、ワイルドピッチ。ね。あのまあ点に繋がらなかったけどもね。で4回ね、楽天が一気に6点取るんだけども、またもね伊藤幸也の送りバントを、杉山がファーストへ悪送球。もうんで、あの3回裏には、ワンアウト一塁から、ファーストランナーの長谷川がなんかよそ見しながら塁出て、藤井が牽制してタッチアウト。嘘やろっていう、そんなことある？ないで。なんなん、もうファンの人怒った方がいいで、マジで。プロちゃうで。で、楽天はね、4回に、渡辺、村林、タイムリー、ね、辰巳、浅村もタイムリーって言ってね、まあ相手のミスも連なってね、6点で7対0、ね。セーブはね、6回、7回、3点取るけども、まあゲームセットだね。それあんな野球してたら、それは負けるよね、正直ね。もうちゃんと野球しよう。もうありえへんて。あの、草野球ちゃうねんて。マジで。二軍でももっとちゃんとやんで、正直。って言われてもおかしくないで。本当に。もう、ファンの人も怒った方がいいよ。ちゃんとしようって言って。ハッシュタグちゃんと野球しよう。ハッシュタグライオンズでもいいと思うで。それぐらいひどかった。今日の試合は。
でも楽天はね、そのおかげでしっかり勝ってね、もう楽天はもうね、内容どの頃じゃなくて、もう勝っていくしかないからね。あと楽天思ったのがね、もうちょっと選手使おう。ベンチ入りしてるやん、選手。だから、守備固めとかね。で、その選手たちもこの勝ってる試合で試合出ることによって、その経験値上がってくるやん。何のためにベンチいるの？もうちょっと使おう。楽天も。選手。守備固めとか。この勝ってる時に、もっと動かしていこう。選手を。で、それによってこの空気感の中、強くなっていこう。全体的に。試合に出て、勝ちを共有してっていうところでは。なんかちょっと使わなすぎるよね。なんかもったいないよね。その選手に経験させた方がいいじゃん。1打席目でも打ったりね、守備固めしたりとか、その勝ってる緊張感のもとでプレーして、ね、それを経験にするとかね、価値を共有するとかね、いろんな理由はあるけど、ちょっとなんかね、使わなすぎだね、ベンチの選手。もうちょっと使った方がいいかなって思う。守備固めとかも含めてね。まあ結果7対3ね、楽天の勝利。西武はちゃんと野球しよう。続いてセリーグ。中日対ヤクルト。3対1で中日の勝ちということで、これもう最下位決定戦。ね。ヤクルトは3連勝すればね、5位に上昇っていうところで、初戦ね、中日の勝利っていうね。中日先発高橋宏斗ね、8回107球、5安打7三振、石球1ヘッドボールしてクッピッチング。カーラ作ったピッチング。ね。球数も少ないしね、しっかりしたピッチング。ヤクルト先発ヤフーレ、6回95球、8安打2三振、2球3失点と。まあ、攻められないけどね、この3回裏1イニングだけだからね、ワンアウトからね、岡林内安打、そして福永内安打っていうところで、この内安打内安打が続いてからの川越のライトスタンドでスリーランホームラン、川越、カペティ。でもこの内安打もね、岡林も福永も叩きつけた打球でね、この、ホームベース周り硬いんだろうね。だからヤフーレとしたら打ち取ってるだけにね、ちょっともったいなかったなっていうね。でもこの悩んだ仕方ない。あれはね、もうアウトにできない。福永もね、リクエストになったけどもね、セーフだったしね。まあ、もし、村上のやついけるとしたらもう、パパンってもうね、キャッチャー並みに取って早く投げたらアウトになったかなっていうところもあるけども、まあ若干ゆっくり投げたかなっていうね。正確にね、丁寧にっていうところはあるけども、ね。で、ワンアウト一塁から川越のね、ライトスタンドでね、3点。まあ、ちょっと不運があったね、ヤクルトとしてはね。で、ヤクルトはね、捉えた後すぐ4回表、村上のホームラン。今年ね、高橋宏斗初、基本塁打っていうところで村上に打たれて、3対1。なるけども、もうその後はね、連続ヒット続かず、まあ、6回表にね、ヤクルトは村上ヒット、そしてオスナフォアボールで、ワンアウト1、2塁チャンス来るけども、中村山田テストが凡退ね。で、7、8、9とね、7、8は三者凡退。で、9回はね、山田テストヒット出るけども、後続続かずっていうところで、まあ、3対1。まあ、中日はね、この川越のね、一つのホームランでね、しっかり勝ち切って。しかしね、5回にもワンアウト1、塁、川越ね、センターフライ、細川三振。で、6回にもね、2アウト1、2塁、チャンス来るけども、ここは9番、高橋宏斗に回っちゃって、ちょっと打順的に不運。で、8回裏ね、2アウトからまた、2アウト1、2塁、チャンス来るけども、加藤がライトフライっていう形で、ね、5、6、8とね、1、2塁、チャンス来るけども、まあ、2アウトからっていうのが痛かったけどね。でも、ここでポンってもう1本出てればね、かなり試合展開がね、もっと楽になったかなっていうところもあるけども、そういったところでポンって出るね、チームになれば、A クラスクってね、いけるチームなんだけど、もうちょっとだね、中日もね、このちょっとの感じがね、ちょっと A クラスに足りないのかなっていう中ではね。まあでもね、しっかり高橋宏斗が、投げてね、で、9回にはマルチネスがしっかり抑えて、3対1ね、逃げ切り勝ち。まあこのね、投手力を生かした戦い方、いい形だったんじゃないでしょうか。中日対ヤクルト、11日の試合、1対8でヤクルトの勝利ということで、吉村クペチ。ね。6回92球、5安打2三振、1球1失点というところで、まあ、前回完封してね、で、この試合どうなるのかっていうところが非常に大事だったところを、6回ね、失点1。でもこれ自責点になってないからね、実質は自責点0。2試合連続ね、好投。非常に素晴らしかった。ね。あと残り3試合ぐらいは投げるだろうから、あと全部勝ったら2桁いけますよっていうね、頑張りどころ。で、中日先発小笠原、5回78球、5安打4三振、2球4失点。その後のフェリスも3失点というところで7失点。もうこれはなかなか難しい。ヤクルトは初回ね、サンタナのホームランで1点先制。で、3回にはね、先頭中村センター前ヒット。で、吉村のね、バントをね、福田が悪送球。バッと。で、1、2塁、ね、セーフになって。で、ここでね、長岡がきっちり送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁。で、そして、ナメキのスクイズ。見事。ゲッチ。で、その後サンタのセンター前ヒットで一気に2点、3対0。で、5回にはね、オサのタイムリーで4対0になって。で、5回の裏ね、中日の攻撃、代打鵜飼ね、サード村上浩一。このエラーからね、
あの川越の内野ゴロで1点を挙げたけども、まあ、ここでねピシッと行きたかったね。しかし6回にはね並木、サンタナの、タイムリーでね追加点を挙げて、9回にはね村上のホームランで8対1っていうね、もう完勝だね。ヤクルトとしてはもうこれ再開決定戦、まあ、どうなるのか。この試合中日ね4つのエラーね、ちょっと集中力切れたかっていうところはあるけどもね、こういったところはまあしっかりやっていきたい。まあヤクルトとしては本当に吉村がねいい形になるし、まあ村上はねちょっと打率低いけども、今ホームラン王キングねっていうところでやっぱりねタイトルはね取った方がいいっていう中ではね、どこまで頑張っていけるのかっていうところはあるけども、まあヤクルトとしてはね吉村が抑えて打って最高のね結末になったんじゃないでしょうか。中日はヤクルト、12日勝4対9でヤクルトの勝利っていうところでね、ヤクルト先発サイスニード4回94球8安打3三振1球1デッドボール4失点と援護してくれたけど乗り切れないっていうね、この噛み合わせの悪さね。サイスニード、中日先発大野4回89球7安打5三振1球3失点、まあ自身のミスもあって痛かったね。まあヤクルトはね、初回先頭長岡ライト前ヒットで並木がね送りバントをしたところで、ピッチャー大野のねエラーによる出塁、これ痛かったね。でノーアウト1、2塁からサンタナアウトになるけども、村上オスナの連続タイムリーで2点先制で、3回にもね、マスダのタイムリーツーベースでね、1点と、まあ、ここもねワンアウトから村上センター前でワンアウト1塁からオスナのツーベース、村上がね本塁狙ってくるけども、まあ、ドラゴンズのね、ナイス中継でね本塁立っちゃうと。でも俺あそこヘッドスライディングだったらセーフになるんちゃうかっていつも思うんだけどね、あのスライディングなんかもったいないなっていうね。でここでね点取れないかなと思ったら、マスダのタイムリーでね1点取れたのは大きい。でも中日もね3回裏、福永のねツーランホームランね、で、5回にはね、石川のタイムリーヒットで4対3逆転するも、ヤクルトは6回にね、マスダのまたレフトスタンドへホームラン、マスダクビッね。で7回にはね、パスボールバッと木下パスボール、でもねこの木下のパスボールもあるけども、この時にね並木のね判断すごい良かった、走塁早かった、ちょっと弾いただけだからね、それ一瞬ね迷いもなくね躊躇することなくホームへヘッドスライディングはね並木は素晴らしかった。でその後内山もねタイムリーということで2点ね。で、8回にはねまたオスナ、代打川端、そして山田のね3者連続タイムリーで9対4、まあ、13安打15安打でね、まあ、打ち合いになったけども、まあ、ドラゴンズとしたらねやっぱりね持ち前のリリーフのね良さっていうところが、今日はね藤島もそうだしね、清水岩崎もそうだし、ちょっと失点しまったっていうところがねちょっと流れ悪かったかなっていうね。まあ、ヤクルトとしてはねこの、中日とのカードね2勝1敗の勝ち越しっていうところになって、これで中日に 1.5 ゲーム差、最下位脱出までもう少し、どうなるかわからない戦いで、まだまだ続きそうです。あとね、阪神 DeNA 戦は、甲子園がね、ゲリラ豪雨のため、ね、もうビチュー、やばかったね。浸水してたもんね、ベンチね。試合がなくね、このカードは1勝1敗の5分っていう形でね、終わりました。ね。続いて阪神対 DeNA、 7対2で阪神の勝利ということで、こちら A クラス争い、 DeNA もこれ一気に阪神叩いてね3位 A クラス入りあるっていう中の初戦ね、東を持ってきたけども、 DeNA 東5回93球10安打5三振39球5失点、クオリティスタートが32、3試合でストップっていう中でね、まあその32、3試合もクオリティスタート続けたのもね、すごいけども、これはもう想定外だね。で阪神先発は青柳ね、もう雨柳さんになってた、雨降ってきてね、5回79球4安打1四球1デッドボール2失点と、まあ、最低限ね踏ん張ったよね。まあその中でも気になるところ満載なんだけど、まあ、2回裏ね、阪神の攻撃、先頭大山ツーベース、そして5番佐藤がセカンドゴロで進塁打、井上がアウトになるけども、ツーアウト三塁から梅野がね先制タイムリーツーベースっていうところでしっかり1点先制するけども、 DeNA を4回表ね先頭、上沢デッドボール、これねちょっと梶原がねちょっとなんか足のコンディションが悪いっていうところでね欠場、これも痛いよね。この一番クソ大事な時に一番信用度が高い一番梶原がちょっと足のコンディション不良でちょっと欠場、様子見ながら使うっていうところでね、まあ一番上里ね青柳に、ね、相性がいいというところで出てきたけども、ここね4回乗ってデッドボールで京田が送りバンド決めて3のフォアボールで、ワンアウト1、2塁からオースティンがねライトにタイムリーヒットで同点で、ワンアウト1塁から1、2塁から牧野センター前タイムリーでこれ勝ち越しになるんだけども、ここなのよ、ファーストランナーオースティンがなぜか3塁に向かって楽勝でアウトになっちゃうのよ、バッと本塁もうイージーセーフ佐野がで、なぜで、あれ止まっててワンアウト1塁で宮崎でよかったんちゃうんっていう、なんで走ったっていう、本当謎走塁、もう絶対アウト、もう悠々アウトだもん、
本当アウトカウント間違ったにしても2アウトでも行く必要ないけどね、佐野が本塁楽々セーフだからね、これ結構痛かったよね。このまま続けてたらもう3点目取れた可能性もある中でね、まあ、2点止まりで、その後4回裏ね、ワンアウト1、3塁から青柳のセーフティースクイーズピッチャー前、これアズマもねちょっと浮いちゃったんだよね、グローブトスがあれ浮かなかったら完全アウトだったのよ。でも浮いちゃったけどタッチ、これリクエスト見たのよね、まあタッチ してるかしてないかだけなのよ、あの山本がね。でそこでタッチしてる映像はなかった、はっきり体に触れてる映像はなかった。でもセンター右中間方向かなからのビデオで見るとね、タッチした、でもしてるかしてないか分かんない、でもユニフォームがざわわって動くね、ざわわってこうかつ触られてるざわわって一瞬動くね、この折り目が変わるね。いやタッチされてるっぽいよね、正直ね、あのユニフォームのざわわ見るとね。でもまあ確実にタッチしてるところがないっていうところでね、判定のままセーフだったからね。だから逆に言うとあれアウトって言われてたらリクエストしてもアウトだったね、そのタッチしてないところが見えてないからね。でもあのザワワがタッチしてるような気がするけど、皆さんどうですか。でもこのセーフ大きいよね、これ同点になって、で5回裏ね、森下のレフトスタンドでホームランね、こう積極的打法生きるよね。で6回裏にはね、梅野、木浪、島田連続ヒットでノーアウト満塁で、ここで近本タイムリーの中野が、タイムリーっていうところで2点で、7回裏にも、代打渡辺のホームランね、でそして近本のタイムリーで、ね、7点目、7対2、15安打、もう着実に点を取ってね、東で5失点は計算外だよ ね。でまあ阪神もね、6回から、桐敷、石井、島本、富田とね、ヒットを打たれるけども後続ね、許さず連打許さずしっかりっていうね。だから阪神もねチャンスあったけどね、あとここね7回表ね、ノーアウト2、3塁から宮崎のライトフライを、このライトね、森下本塁ね、クソね、これアウトにすんのよね。でもよく考えて、この点差、3点差ノーアウト、アウトになったらいけないと思うんだよね、正直。これ森下のね素晴らしい送球っていうのはもちろんあるけども、これ絶対アウトになっちゃいけないと思うの。そう考えるとここはストップでもよかったんちゃうかっていうね、正直ね。でまた山本雄大にかけるっていうねところでは、この森下のねスローイングはクソだったけどもね、このオースティンの走塁が2つね、まあ必死さはあるんだろうけどちょっともったいないよね、状況を考えるとね。でまあ8回9回にもねランナー出すけども後続続かずっていうところで、まあ阪神を逃げ切り勝ち、まあコンスタンスにね阪神がちょっとずつねホームランも含めて点を取っていったっていうところも大きかったしね、まあそのね判定走塁っていうところがね、まあ、DeNA にとったら、まあこの走塁ねミスは本当に痛かった。これで勝ったか、それがなかったら勝ってたのかちょっと分かんないけどね、まあ、そういったところをちょっとずつやっぱりミスをね減らしていかないと DeNA はね今後 A クラスにね難しくなるよっていうところの試合でしたね。阪神対 DeNA 3対4で DeNA の勝利ということで、これめちゃくちゃ面白い試合で、もう総力戦だね。これでまあ1勝1敗の5分になったけども、 DeNA 先発ジャクソン5回95球6安打5三振2四球3失点と、まあまあジャクソン本来のピッチングはねできたんちゃうかなって思うけどもね。で阪神先発村上7回103球5安打7三振1四球3失点と、ちょっと甘く入って、ちょっとなんかこういいボールと悪いボールの差がちょっと激しかったなっていうところと、甘いとこ入ったところをね見事仕留められたかなっていうね。で初回 DeNA はね牧が新人から4年連続かな20本ホームラン、グッパッて素晴らしいね。で1点先制するも阪神はね1回裏に、2アウト2塁から大山のねタイムリーで同点、もうここら辺もガチンコだね。でその中で、ね、3回表、強打のライト前ヒットでノーアウト1塁からジャクソンの送りバンド、大山がセカンドへフリーダッシュ悪送球、いやあんな体勢悪く適当に投げるんだったらもうファーストアウトで絶対よかったよ、あんな無茶するとこじゃないよ、まだ3回だし。でノーアウト1塁になってね、クワハル送りバンドでワンアウト2、3塁から牧のタイムリー、そして佐野のセカンドゴロの間に1点上げるっていうところで3対1だからね、もったいないよね、下手したら0点いけたからね。ねでこのままね、阪神は、3回の裏にもね、フォアボール出るけども後続続かず、4回もフォアボール出るけどもヒット出ず、5回は三者凡退っていう形でね、もう中盤までね
3対0で、しかもね、DeNA を4、5、6と村上をここね、三者凡退3イニングね、連続で抑えてね、なんとかリズムをっていうところで、阪神はね、6回裏、先頭森下ね、高めに浮いたスライダーね、レフトスタンドへホームラン、ね、で、大山佐藤が連続ヒットでノーアウト1、3塁、で、島田がね、ショートフライ、ここでね、ピッチャースパッと、このね、ここのね、ノーアウト1、3塁で、ジャクソンから山崎康明、6回裏、ここスパッと変えたのよかったね、ベンチの采配。でね、島田はね、ショートフライでアウトになるけども、ワンアウト1、3塁から坂本、見事にね、セーフティースクイズ成功。ね、ここで同点っていう。この一発セーフティースクイズも、まあ、坂本もうまかったしね、しかも初球ね、ピッチダウトしてるだけにね、もう一回ピッチダウトないやろうっていうところでね、この岡田監督の勝負感ね、で同点になって、いやこれ阪神逆転勝ちあるかなっていうね、ところで DeNA はね、7回先頭の宮崎がね、レフト前打って点取られた後すぐ勝ち越すぞっていうところだったけど、筒香、山本が連続三振で、今日はフォアボールになるけども、代打ね、戸柱がセカンドフライと1点取れずね、そして7回ね、阪神の攻撃、ピッチャーウィックで、前川がフォアボールで出るけども、近本でね、ダブルプレー、中野三振。このウィックがちょっと荒れたところ生かしたかったよね、阪神もね。で、同点のままね、8回表、なんと桑原がゲラから初球、レフトスタンドへ勝ち越しホームラン、クッパって。ビッグク、桑原、ナイスバッティング。福江、桑原、ね。しかし阪神はね、8回表、先頭森下がね、センター前ヒット、ウェンデルケンから、でも大山セカンドゴロ、佐藤センターフライ、そして代打糸原セカンドゴロともう一本出ず、ね。で、9回にもね、ピッチャー森原からね、先頭、坂本のショートゴロを、ファーストオースティン捕球ミス。なんか、コロコロって下出ちゃってね。で、木浪送りバンド。ワンアウト二塁から代打、渡辺がね、ファーストファールフライ。で、ツーアウト二塁から近本レフトフライと一本でずーっていうね。ところで DeNA の競り勝ち勝ち。やっぱり大山のセカンドのフィールダッシュついたかった。いい試合だっただけにね、やっぱその一つのミスが命取りになっちゃうね。この試合で言うとね。本当両チームいい形でね、これガチンコの A クラス争いで、ね、今日 DeNA 勝ったら面白いけどね、まあさあどうなるんでしょうか。広島対巨人、首位攻防戦ということで、1対6、巨人の先勝っていうね、菅野森下の試合で6対1は想像つかなかったね。巨人先発菅野、5回57球、1安打5三振、無四球無失点、クッピ。やっぱ今年はフォークボールいいよね。このスライダー、インコース、ストレート、この幅を利かせたピッチングもあるけども、フォークボールがまたいい味効かせてね、三振も取れるしね、このバリエーションも豊かになるっていう中ではね、非常にいいのかなと。まあ今年ね、キャンプ初日からブルペン入ってね、輝き違うと思ったけどね、やっぱ結果出てるよね。14勝目。ね。しかもこのね、5回57球で変えてね、これ中4日で日曜日、そして次中5日で広島戦もう一回行けるっていうね、ところでもこのね、めちゃくちゃね、巧妙ローテーションだね。まあその中でね、広島は森下を立てて、5回3分の205球、7安打4、3、4、3、9、1、デッドボール4、失点ってまさかのね。まあその中で巨人は初回ね、ワンアウトから坂本がレフトスタンドでソロホームラン。これがまた坂本が対森下、対広島に対してめちゃくちゃ相性いいっていうところで、これ持ってきたんだろうね。2番にね。それが功を奏していきなり先制。で、3回にはね、2アウトから、その、坂本を2番にしたことによって、モンテス本当は3番だったのを5番にしたことによって、また高操作ね、6回2アウトからね、そのモンテスがライト前ヒット。で、浅野デッドボール。これ痛かったね、森下はね。で、2アウトに中塁から、これも門脇ね、森下に相性いいというところで、門脇がレフトへタイムリーツーベース。で、3塁空いてるから小林敬遠したところで、ここで菅野に回ってきて、どうすんのかなと思ったら、代打、秋色。で、またこれ、秋色がレフトタイムリーヒット、秋色、クパッて。ね、で一気に3点4対1ね、だからこれでね、どうや大丈夫かってね、まずこの試合勝たなきゃいけないやぞっていうのが大きな見方で、4点差で大丈夫なんか、菅野変えてここまで完璧やぞっていう言い方がね、もう大半だと思うけども、これはね、もう安倍監督今は目先じゃないと、もう目先も大事だけど優勝へ向けてだと、だから目先のこの日に向けて相性のいい坂本を2番ねっていうところの打順も変えてね、それは功を奏してる。でもピッチャーはこういう展開になってきたね、菅野今もう絶対的な安心どころやね、これもう一回広島戦行ける、もう交代やっていうね、魂の交代ね、優勝交代ね、これはね。しかし6回裏ね、2アウトから、ピッチャー船場までね、で秋山がセンター前ヒット打って矢野、ここで高梨に交代で、高梨フォアボール、野間ライトにタイムリーツーベース、これ誤算だったね1点。まあその後琴のね、センターフローで打ち取って、まあ1点で白いだけど、4対1、いやざわわざわわざわつくれってなったところで、7回表ね、ピッチャー松本からワンアウト満塁から浅野のタイムリー、そして門脇のタイムリーヒットっていうところでね、これ2点取った。クパって、これをこれで決まったね。
ちょっとざわついてた中、この7回の2点はね、非常に大きかったっていうところでね、菅野もそういう風にできるっていうね、ところはかなりこのね、点差も良かった。広島で言うとね、気になったのは3回裏。ね、1対0で迎えた。初回ね、先頭菊池がセンター前ヒット。で、ここで相沢三振。で、森下がスリーバント失敗。で、秋山レフトフライになるけども、もう俺ここ相沢バントで良かったんちゃうかと。ね、相沢バントして、いや、森下よりバント上手いはず。ね、で、相沢バントしてワンアウト二塁作って、バッティングのいい森下で勝負。打てなくても秋山ツー、ね、セカンドで。俺これで良かったと思うんだよね。相沢でこのね、エンドランとかそういうのしないんだったらね。俺はもうここ、森下っていうだけで、相沢バントで良かったんちゃうかって俺は思いますけど、カープファンの人どうですかね。で、巨人もね、5回表に先頭門脇出て、で、小林、次菅野、どうすんのかな、ここバントもありやなと思うところで、作戦なんかあるのかなと思いきやね、3回連続牽制してね、門脇戻りきれず立っちゃうと。まあ、門脇がね、一歩出た瞬間に牽制してね、タイミングめっちゃ良かったのよ。もう一度。俺これ見た瞬間、いや、広島逆転あるぞと思ったけどね、その 6回のね、攻撃があって、まあ、逃げ切り勝ち。で、菅野のね、57球で抑えて、中5日、もう一回中ね、中4、中5日でね、いけるっていうところでもね、まあ、巨人はこのチャンネルでもいいけど、やっぱり6人目の男が定まんないね、メンデスダメや、ね、西舘もダメだった、また今ダメだった、っていうね、なかなか決まらない中、ね、今週7連戦だからね、そういったところを詰めてね、できるっていうのはね、非常にいい戦いになるんじゃないのかっていうね、でも今日2戦目ね、どうなるのか、ゲーム差2位開いたけどもね、どうなるのか、まだまだ目が離せない2戦目、またまた解説します。広島対巨人、11日の試合、2対9、巨人まさかの逆転勝ち、えぐい、最終回9点、巨人先発グリフィン、6回101球、3安打4三振、1球2失点、グッペチ、グリフィンも本当、グリフィンとヤクルトの再スニード、もう援護ない、ね、広島先発アドは、6回67球、2安打4三振、無四球無失点、グッペチ、ね、こうボール動かしながらチェンジアップね、ツーシームいろいろ使いしながらね、打たして取るピッチング完璧だったね。その中で広島は4回裏ツーアウトから小園ライト前ヒットで、ここで盗塁成功で、堂林がねレフトにタイムリーツーベースで1点先制で、6回裏にはねまたもワンアウト1、3塁から堂林が犠牲フライと、この2点取ってね、もう勝ち切るね、もうこのまま勝ち切っていくぞっていうね、ところで巨人はねランナー出すけどもね、連打出ずっていうね、なかなか1本ずつでね、あとは三者凡退続いてね、なんと、8回までにヒット3本で抑えられてね、もうこのまま完封負けやなと。9回ね、栗林が出てきて、先頭代打中山、ストレートのフォアボールだから、これ痛いよ、ストレート粘るフォアボールで、ノーアウト1塁から坂本がレフト前ヒットで、ノーアウト満塁からここで吉川にね押し出しの痛恨デッドボールで、ノーアウト満塁から岡本レフトタイムリーヒット、あのフォークうまく打ったね、狙い打ちかっていうぐらいね、うまく打った。で、モンテスフォアボールで勝ち越し。で、門脇ライト前ヒット。で、浅野センター前ヒット。で、岸田アウトになるけども、代打長野がセンター前ヒット。で、重信アウトになるけども、増田大輝センターへのタイムリースリーベースっていうところでね、一気に9点。くばって。これ痛いね、広島としては。広島もヒット4本の中で、もう9回までお互いね、ヒット4本と3本だからね、この2対0接戦の中で、あとはグリフィンの最高のピッチングの中で終わっていくのかと思ったら、まさかまさかのね、まあ、栗林からね、で、森浦、大道と3人のピッチャー使うけどね、9失点っていうね。まあ、苦しいね。まあ、広島ここでは今日だね。今日負けたらやばいね。一気に3位もあるからね、転落。でも、いや、どうなんだろうね。まあ、ということでね、今日どうなるとか、皆さん注目。こんな勝ち方してたら巨人そのまま優勝しそうな流れ、今日次第さあどうなるのか。広島対巨人5対0で巨人の勝利ということで、この試合巨人のこのカード3連勝、これはでかい。そして4ゲーム差で広島負けて、阪神とゲーム差なしまで落ちちゃったっていうね、これはでかいね。まあ、この試合も日刊スポーツで評論書いてますけども、巨人先発戸郷、6回116球、5安打6三振、3四球無失点っていうところで、その後ケラー、バルドナード、そして大勢がね、買いまたぎっていうね。で、広島先発ね、とこだ。5回76球、4安打5三振、2四球、3失点っていうね。ところで、まあ、巨人はね、3回先制っていうところで、先頭浅野がツーベース。で、ツーアウト二塁からね、門脇が、送りバントするんだけども、ここでま、いろいろ2つのミスがあって、まずはね、三塁ランナー小園ね、あれ飛び出してきちゃダメだよ。あれ多分ね、サードにいたらね、多分三塁タッチアウトだったよ。タイミング的には。で、こう飛び出しちゃって。まあじゃあもう飛び出しちゃダメだけど、もう判断ミスね。でも飛び出したんだったらもう仕方ない。そしたら、ファーストってキャッチャー坂倉も、サードの小園も、ファーストって呼ばなきゃいけないよ。じゃあ、だから床田がサード投げようとするわけでしょ。
で、もう言っても聞こえてなかった意味ないし、で、床田もね、サード投げれないから慌ててファースト投げてね、悪送球っていうところで、タイムリーエラーで1点。で、それね、ランナーセカンドまで門脇が1点で、床田送りバント。で、オコエ三振するけども、坂本のセカンドタイムリー内野安打。まあ、多少芝生で変わったかもわかんないけども、やっぱ名手菊池だからあれは取ってほしかったよね。正直ね、エラーにはなってないけどね、まあ、バウンドアーズっていうところで、まあそういうね、やっぱちょっとしたことのね、好きっていうところがね、もうこの3連戦ジャイアンツに向かってるよね。で、これ2点目。で、吉川フォアボール。で、2アウト1塁から岡本がタイムリーって一気に3点っていうね。もうこの3点でね、巨人はもう逃げ切っていこうっていう形で、7回にね、代打がね、出るから、7回から、ケラーがね、ヒット1本打たれるけど抑えて。で、8回にはね、2アウトから坂倉ヒット、堂林フォアボールでランダー出すところで、ここでね、大勢。今年初の、ね、今年初の買いまたぎっていうね。で、ここでね、聖金をね、ピッチャーゴロに打ち取って、で、9回もね、ヒット、3者連続で、ね、打ち取って、逃げ切り勝ちっていうね。まあ、この試合ね、非常に大城のね、配球も良かったかなっていうところで、このね、一番大ピンチ6回裏ね、ワンアウト満塁っていうところで堂林。ここでね、ここでフォークはね、連発しないんだよ。まずフォークボールでね、ボールになって、で、次ストレート、ストレート行くのよ。で、空振り、見逃しで、ワンボール、ツーストライク。で、ここでフォーク、ファール。で、ストレート、ファール、ストレートボールの最後、フォークでね、ツーボール、ツーストライクから三振っていう形で、お、ストレートで押していくんやっていうね、フォーク続けないのよ。その次ね、末金の時に、6球連続フォーク。ね、フォークボール、フォークボール来て、これどうすんのやろな、まだストライクかな、一発で逆転やからなっていうところで、これまたフォークで、ね、空振り。で、もう一回フォークでファール。でフォークでボールになって、いや、スリーボール、ツーストライク、全球フォーク、最後まっすぐか。もうね、ここはね、この、俺結構読みで打っていくタイプだけども、この堂林と、この末金の打撃時はね、もう読めんかったね、分かんなかった、どうすんやろ、つって。で、6球目、またフォークでね、最後三振っていうところで、また大城がね、今日の戸郷のね、ワンパン全部止めてたんだよ、前に。そういったね、ブロッキングも、あとこのね、堂林の時にはフォーク続けないで、まっすぐは続けるけど、フォーク続けない。ね。で、ストレートあるぞって見せかけて、最後フォーク。で、末金の時はね、フォークしね、まっすぐを使わないで、フォークあるぞっていうね、これもまたリードのね、特徴なんだよ。まっすぐを使わないことによって、まっすぐあるぞって思わせておいて、フォーク。しかも、堂林の時にまっすぐ行ってるっていうね、ところで、この駆け引きね、大城、グリリッ。しかもそれにね、答えた戸郷もね、素晴らしいピッチング。で、ブロッキングも良かった。ね。ここをね、乗り切ってっていうところはね、非常に大きかったしね、ナイスっていうね、ところはあったね。でね、広島はね、まあ、強いて言うならば、俺はこのね、2回の先頭坂倉内安打、で、堂林フォアボール、ノーアウト1塁、俺これ聖火でね、正直バンドでもいいんちゃうかって俺は思ってたのよ。この試合見ながらね、それはもうファンの人からしたら、スイカレバンドなんてできねえぞとかね、するわけないやろって言うかもしれないけど、もう絶対今日負けられない。しかも、床田ではもうロースコアの展開、もう最少失点の中で試合が決まるっていう想定になる。もう是が非でも1点取らなきゃいけないところで、俺はもうね、この原監督でも巨人坂本とかバンドさしてたからね、岡本とかね。だからここスイカレにバンドして、ワンアウト2、3塁で菊池の時最低でも1点取って、優位性を持って戦っていくっていうね、ところが、まあ俺はそう、やってもよかったんちゃうかって思うけど、聖火ね、643ダブルプレイでね、で、一塁空いてるか、菊池敬也で、床田がね、ピッチャーライナーっていうところで1点取れずっていうね。だから、やっぱ、安倍監督はね、この3連戦も日本シリーズのようなね、戦い、もう短期決戦絶対勝つっていうところでは、初戦ね、森下に相性いいっていうところで、坂倉を2番にして、モンテス5番、これが当たって。で、今日もね、丸が調子悪いっていうところで、お声をね、一番に入れて、で、途中から丸入れたら9回にね、ホームランを打つ、みたいなね。しかも初めての体制の開幕的ね。で、菅野のね、次のピッチングも見据えた上での50何球での交代とかね。そう、いったところではね、非常にも一戦必勝のね、短期決戦日本シリーズのような安倍監督の采配がね、攻めて攻めてで全部うまくいったかなと。逆に新井監督はね、受け身になりすぎてね、こうなんか、全部がね、受け身になったって、後付けみたいな感じでね、もう全部後者みたいな感じで攻めていけなかったところが、なんかどうのね、まあ、その、マツダでね、巨人が1勝しかしてないっていうところでやっぱ変えていこうっていうので、変えやすかったっていうところもあるけども、ちょっと新井監督がね、受け身になって全部やられちゃったかなと。で、安倍監督はね、全部攻め手になってね、積極的にね、
やれること全部やったんちゃうかっていうぐらいのこの3連勝はね、大きい戦い。まあまだもう一山ね、ありそうだけども、どうなっていくのか、ね、非常に楽しい勝負でした。ね、もしね、巨人ファンの皆さん、日刊スポーツ評論書いてますからね、大城ファンの皆さんもそうですけども、ぜひね、ネットで上がりますからね、紙面にもありますけど、読んでみてください。ということで、巨人3連勝。こんな、かなり大きな試合展開でした。さあ、ということで、金曜日次のカード、ヤクルト巨人、DeNA 中日、阪神広島。これで2位。2位に向けて、高橋、大瀬良の対、うわ、これ面白いね。広島も頑張んないと、ドドドドってもう4位まで落ちていく可能性もあるからね。いやー、どうなるや。まあ、ヤクルト巨人、これは負けられないよね、巨人はね。で、DeNA も中日にしっかり勝って上ついていきたい。どっちかも、DeNA こうかって言ったらね、A クラスあるからね、どっちか負けるからね。広島と阪神ね。これめっちゃ面白い。で、パリーグはロッテ、西武。ね。もう西武はもう今ね、最下位も同決だから、ロッテはここ負けかっけ。ね。で、オリックスはソフトバンク。ね。ソフトバンクをマジック減らすだけっていうね、戦い。で、楽天、日本ハム。楽天はもうこれ、負けられないね。ここでもう、大型連勝しないと、ちょっと A クラス厳しくなるね。まあ、というところでね、まだまだね、順位は決まらない。で、どうなっていくのか、楽しい9月。ね。プロ野球みんなで楽しんでいきましょう。それでは。